76ミリ速射砲ですので、76ミリ、どこが76ミリって感じですよね。これがですね、実際の弾薬、本物の弾薬と同じ大きさ、形のものです。白い部分と青い部分、ここが弾頭部、弾頭部と呼ばれるところ。ここの青い部分の一番太いところの直径、直径が76ミリ。7センチ6ミリですので、76ミリと呼んでおります。で実際にですね、射撃の時に飛んでいく部分はこの白い部分、青い部分、この、色で塗られたところが飛んでいきます。で、実際に射撃をやって内柄が残ります。内柄が、皆さんが今ご覧いただいている前にある、これが内柄になります。で重量が約弾が、弾薬が 12.5キロ、 12.5 キロあります。撃った後 3.5キロ、9キロの減量ですね、9キロのダイエットという形になっちゃいますね。撃ち終わったら 3.5 キロになっちゃいます。これが弾丸です、弾薬ですね。で武器の説明を簡単にいたしますと、開発されたのはイタリアです。開発はイタリア、現在日本で、ライセンス生産されています。広島県広島市にあります、武器メーカーで作られています。じゃあこの弾丸弾薬はどこ、広島ですね、広島で作ってます。会社名を言いますとね、PR しているように言われるんで言いませんけど、広島で作っております。さて、この武器ですけど、性能要目としましては、無人です。小型軽量無人、中には人が入りません。で入るときはですね、私たち射撃員が整備をするとき、機器の整備をするときだけ入ります。じゃあどこで弾を入れてるの、今見えてる部分のこの下、この下にですね、球弾室と呼ばれる部屋があります。そこに弾薬を準備して、人の手でですね、一発ずつ回転球弾機と呼ばれるところに球弾をします。で球弾をしたらあとはもう自動ですね、全自動、電気と油圧で引き金を引くと発砲というふうに流れていきます。でこの方向武器、重さが約7トン7000キロです。最大射程16,300メートル、約16キロですね。ここ横浜市から横須賀は行きますね、横須賀ぐらいは行っちゃいますね。約16キロ先まで、弾頭部が飛びます。発射速度は約1分間に80発発射できます。1発1秒もかからない、計算になります。で主にですね、対空目標、空の目標、ミサイルとか航空機とか、あと対水上、海の上にいる、脅威ですね。それと対陸上射撃、陸上の支援射撃に有効となっております。